鉄道のおもちゃプラレールの発売60周年を記念し、明日から墨田区両国で特別展が開かれます。幅広い世代に愛されるプラレール。特別展の会場には、高さ2メートルのプラレールタワーが目を引く巨大なジオラマが登場しました。このほか、来場者がプラレールで遊べるコーナーや、全長9メートル、260以上の車両が集結した基地も設置され、子どもから大人まで思い思いに楽しむことができます。発売から今年60周年を迎えるプラレール。半世紀以上にわたって幅広く人気を集め、昨年度は過去最高水準の売り上げを記録したといいます。根強さをすごく感じます。プラレールそのものがその60年間守り続けているポリシーというところ、ここのところをまあしっかりと抑えながら、新しいチャレンジというところをうまくミックスしたかなと。このイベントは JR 両国駅近くの会場で、明日から4月7日まで開かれる予定です。